ところにやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今シーズンのタワーも、マルチプレイでクリアしちゃいましょう。4人揃いましたね。今1人入ったからね。4人揃ったと思います。では、早速、行きましょうか。どんな感じでしょう。今日はこの4人ですね。行きまーす。問題は、あれだね。18回。うん、もうその一言でしょう。おい、ちょっと待って、多すぎないか？ちょっと待って、これジオマンサーまずやらないと、これはむずいぞ。うん。あぶねえ。ジオマンサー、危ない危ない危ない。ジオマンサーと、おい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 。待て待て待て、こんなにいっぱい来るか。 OK、 下はどんな感じ。下もいるよね。あー、おいおい、ちょいちょいちょい。でももう全部倒してるか。 OK、 ありがとう。これはもう普通の感じでいきますね。はい、どうだ。こんだけいるからもう、おいおいって、すごいな。え、ここジオマンサーいたっけ。いなかったよね。ソロプレーの時いないよ。あ、ごめん。あ、俺がちょっと待って、リンゴ取っちゃった。ちょっと待って、まずこいつやろう俺。よし、オッケー。まずジオマンサーやんないとね、動きが制限されてやりにくいわな。もうめんどくさいのいないでしょ、おそらく。いないよね。終わりか、これで。ありがとう、2回クリアでーす。いけるいける、全然いけるよ。で俺はいつも通り乱射でいく。お、コグでいくか。コグ持ってる人がいる、いいんじゃない。冗談も入れとこう。大丈夫？オッケー。おー、やばい。あ、待ち待て、俺、ちょっと待って。使うの早かった。ごめん、俺やられるかも。ちょっと待って。これはまずい。これまずい、マジで。まあ、ここちょっと待って。ここはひどいぞ。ここひどいぞ。これは無理だぞ、ここ。それでは、3階にまた来ました。再挑戦しますね。これ、マジで難しいよ。OK。まず、ここでやるか。OK、OK。なんとか、これ、回復を入れながらね。あぶね。お、あぶね。おいおい、ちょっと待て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 。おーい、この風使いとクリーパーのさ、コンボがエグすぎるって。オッケー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 、いけるいけるいける。風使い減らそう。あぶねあぶねあぶね、いけた、これいけた。よし、オッケー、いったねいったね。あぶな、もう。え、風使いまだいる。あ、いるんかい。 OK、 よし、いけた。ここは難しかったな。 OK、 みんなゴーレムか。いきましょう。いや、これはね、ほんと油断しちゃダメだよ。うん、全然油断できない感じだね。さあ、ここはどんな感じになる。俺は上に行こうかな。あぶね、どうせ多いと思うのよ敵は。どうせ多めに出てくるんでしょ。しゃ、オッケー。回復俺が置いとけばちょっとはマシかな、この辺りにいる人は。よし、いや減るな。
あっぶなあっぶねえ。まあいいかいいかいいか、やられてないから OK です。ここはいらないな。うん、これちょっとね、後々の装備とかを考えていかなきゃいけませんね。うん、ちょっとまだ全然ノーマルなのでどういう風にいくか。うん、まあ、とりあえず5階は多分何もないでしょ。ここはクリーパー出てくるんかい。クリーパーが来るか、ちょっとめんどくせえな。オッケー、ありがとう。おお、ちょっと待って、回復回復しよう。ちょっと待って、意外とクリーパー多い。クリーパーが意外と来るじゃん。ありがとうクリーパーが結構来るよ。じゃあ俺ここを流れ込む魂にしようかな。いや、あえて俺はこれ、ここ、これだわ。うん。回復量なんてね、72だったら、そう大したことないので。うん。ここは、俺が、うん、よしよし。バリアを張る感じでいこう。危ない危ない危ない。風使いは、相変わらずここは多め。危ない。これ俺が処理する、俺が処理するわ。よし、 OK。 もうちょい倒した、ありがとう。6回クリア。ドラはね、多分ね、どうする、エンチャ書か。あ、なら俺がドラ取るわ。うん、俺ドラ取っていくからオッケー、行きましょう。俺がドラで行きます。ちょっと役割をね変える感じで行っちゃいましょうよ。 OK、 いいね。よし、おおお、炎茶所ありがたい。でそこそこ危ないような気がするけどまあいいか、いけるね、いけるね。炎茶の所があれば多少なりといけるわ。 OK、 で俺もドラを使いながらいい感じにいきましょう。おーっとえらい、ちょっと待って待って、引き連れすぎ引き連れとったね。よし OK、 もう倒せる倒せる。よしよし、いやー、ありがとう。次行きましょう。次がどんなとこだったっけ。8階、武器変えたいな。いや、もうここあえて釣り竿とか面白いかもね。武器次第なんだよな。もう俺はゴーレムはもう抜かして俺釣り竿で行くわ。 OK、うん、俺もう釣り竿でもう連打していきます。うん、そうしよう。怖えな怖えな、これ出るね出るね、やっぱりいっぱい出るね。待ってよ、ありがたい。やべ、ああ、おお、いいね、いい防具だよ。よし、あー危ない危ない危ない、あー生き返らせない。ちょっと待って、風使いが本当に鬱陶しいな。ここバリアでなんとかなればいいけどね、バリアじゃこれなんともならないんだ。 OK、 やばい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 って。ちょっと待って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 、オッケー、風使いやった。あ、ごめん、俺取った。よし、オッケー、8回行けました。
連打使うならばサイスだな。うん、ちょっと待ってね、コントローラー連射器に変えます。 OK で、これをこうしていくぞ。え、攻撃できてる、これ。あ、できてるできてる。 OKOKOK、 いくぞ。でも、ここら辺じゃあんまり意味ないかも。あんまり意味なかった。行くぞ、行け、よし、おら、よしよし。 HP 高めのやつが来たら俺がもうゴロロってやるから任せて、そこは。 OK、 あ、エンチャ入れよ。俺何もエンチャ入れてないわ。ちょっと俺エンチャ入れてから行きます。エリだろうな。エリと強打を2ぐらい入れてからいきますね。お、大丈夫？ちょっと待って、俺この辺に出てくる。やばい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 、あっぶね。ちょっと待って待って、やばいやばいやばい。ジオマンサ鬱陶しい。ちょっと生き返らせるね。ちょっと待って待って待って、ジオマンサ、ジオマンサ、待って待って、やばい。おお、固まった。あー、ジオマンサー鬱陶しい。ここなんかそのソロプレイとは敵が全然違うね。うん、敵の感じが違うわ。これはやばい。あー、やばー、待てー、これは厳しかった。ちょっと待って、まずさ、ジオマンサーしよう。ちょっと待って、俺エンチャ入れてたっていうのも悪いわ。うん、ちょっと待て。 OK、 そこね。うん、 OK、 そこで戦おう。エンチャをしてもらいながら戦ったら全然いいわ。いけ、あれ、よし。でもネクロ倒したね、ネクロ倒したね。オッケー、いくぞ、よし。うー、逃げやがるあいつ。オッケー、もうちょい倒した。お、大丈夫。オッケー、いけたね。俺狩人でいきましょう。ちょっと防具入れていこう。 OK。 おい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 、こいつはひどいぜ。うーん、エンチャンターなんとかしないとな。 OK、 エンチャンターさえなんとかできればいける。お前だ、よし、いけたー。なんかこうわちゃわちゃしてたけども、いけたね。ありがとう。俺はいいか、別何も入れんで。うん、弓が欲しいけども、もうちょっと先のところを取ろうと思います。よっしゃ、ちょっと待って、俺が倒すわ。ここは強力なやつは俺が釣り竿連打でブスーッとこう倒していけば問題なし。倒せないんかい。ちょっと待て、エンチャされてたらまず無理だったな。ありがとう。 OK、 ちょっと待て、エンチャされてると無理。エンチャンターがもう鬱陶しすぎるっしょ。あ、何が起こった今。何が起こったの。ありがとう。よし、いけた、終わったね、倒した、ありがとう。あ、
総ブレ変える？俺総ブレにするわ。あ、オーバーチャージね。でも二人オーバーチャージするなら俺には必要ないから俺総ブレでいくわ。ちょっと待って、エンチャー入れさせて。衝撃波だな。A を入れましょう。 OK、 俺はいいよ。どう？とりあえず、エボーカーにドラ入れていいかな。あとピンクエンチャしようもんね。あ、 OK か。オッケー。では行きましょう。エボーカーに、ドラ入れてから、これをね、って減らそうか。いける。いや、減らせねえな。オッケーオッケー。ストーンゴーレムからいけたわ。オッケー。完璧。完璧だわ。マジで最高。いらないかな。種も良さそうだけど、まあまあ、俺がね、ドラ要員なんで、そのままいきます。いくよ。みんなはゴーレムを強化していくタイプね。で、ここは、多分クリーパーが結構出んのよ。これをちょっと注意しよう。あー、ちょっと場所が悪い。ちょっと待ってよ。ちょっと待って、これ難しいんだわ。違う。ちょっとビームがね、出すのが出た。これでどうだ。あ、俺意味なかった。次から頑張るわ。次から頑張る。あー、そうか、キノコを取ってツルハシ連打っていうのもいいな。でもキノコ取るまでかな。キノコって何回に出てきたっけ。え、キノコどこだったっけ。もうちょっと先だよね。結構先か。やめとこ。うん、俺このまま行きます。ツルハシの方がね、あの使い勝手はいいんだけども。いけねえ。いくぜ。とりあえずこの衝撃波ビームでなんとかやろう。ほら、衝撃波ビームでまあまあある程度のやつは倒せるはず。倒せるね、全然倒せるわ。オッケーオッケーオッケー。衝撃波ビーム、いいよいいよ。あー、あとレイスね。オッケー、ありがとう。次行きましょう。いいかな、そのまま行きます。弓を変えたいけど、弓はもうちょっと先か。もうちょっと先で変えれるか。オッケー。雪玉をね、これ3まで入れたいね。待って待って待って、この辺りかな。出たか。あ、まだ出らん。あ、こっちか。こうだこうだ。いつも俺ね、三角のところに釣り竿を入れるんで、なんか変な感じなんで、ちょっと場所変えた方がいいわ。場所変えた方が良さそう。どこいるどこいるどこいる。そこのレースはこれ当たらんわ。あ、でも俺の雪玉で足止めしてるんだね。 OK、 16回クリアでーす。ちょっと変えようかな、位置をさ、位置を変えさせて。
これをこっちにして、これで OK だわ。で、これを連射なしにして、これを連射 OK。 何をあげよう。まあソーブレードだわな、もちろんね。うん、もうソーブレードでずっと行くか。うん、あ、間違えた、間違えた、ポーション使っちゃった。ここだよ問題は。難しいからね、ここ問題。でも多分俺がここにこういれば大丈夫なような気がするんだよね。俺がここで出てきた瞬間に仕留めていけば多分いけそうな気はする。いや、ただこれみんなが重くてね、落ちないか心配なんだよね。じゃあ大丈夫か。よっしゃ、やば、あ、やばやばやばや、毒、ごめんよ。ありがとう、よし、おお、クリアできた。ありがとう、よし、いい、いいかい、いくね。あー、ここでキノコだったか。うーん、いや俺行かない。うん、キノコなしで行きますね。あー、ポーションバリア取ろうかな俺。うん、俺ポーションバリア取っていくわ。の方がレーザー使いやすいんで、これで行きますわ。あー、次エイリー入れよう。俺はこれで頑張ります。じゃあこれでいくね。いや、下のレーンの方が良かったか、どうだろう。下の方が当たりやすかったか。まあ仕方ない、ここでやります。はい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 、はい、ちょっと待て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 、大丈夫か、ありがとう、オッケーオッケーオッケー。これで急なクリーパーとかにも対応できていければいい。ナイス、オッケー、もう終わり、よし、19回クリアです。これ3回が一番難しかったかもね。3回がやばかった。俺はポーションバリアで使っていきたいので、俺このまんま行きますわ。あ、ごめん、俺動いちゃった。でもある程度は任せて、ある程度は任せて、俺のレーザーでやるから。そんな強いやつは、いや、わかんないわかんない、マルチの怖さは、やばい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 、あぶねえ。危ない危ない、マルチの怖さはそうよ、コロンの時とは違うやつが出てくるっていうところがむちゃくちゃ怖いよね。よっしゃ、あ、でもうん、この衝撃波レーザーが無難にいいね、無難にいいわ。 OK、 あと1体かな。ありがとう、20回クリアで、ここで乱射取ろうか。うん、ここ俺乱射取っていくわ。で、ボスか、え、ちょっと待って、まあまあまあ、エンチャを入れよう。まあ、マルチショットだな、俺、OK よ。OK! 行きましょう。まあ、いつも通りの感じで、俺がドラを使って、行くね。一気にやろう、一気に。いけるか、よし、行くな、ナイス、どこいる、おーし、速攻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 。ナイスよ、いい感じ。いりません。で、商人で
またソーブレードを俺あげよう。うん、武器をどんどん上げていきましょう。OK、108になったら、衝撃波どんぐらいのダメージ？ 1413。ああ、いいんじゃない？ OK、これいいですよ。ここか。あれ、危ないよ。OK。この辺で戦おうかな。この辺で戦っとこう。うわ、大丈夫？どこ？どこ？あっちか。ナイスナイスナイス。危ねえ危ねえ。ちょっと待って。ああ、ちょっと待って、ビームが出てない、ビーム出てない。これ捨てよう。ここ出ない？あ、まだまだ敵出るね。敵が出る間はビームを打っときましょう。もうちょいだ。よし、 OK。 当たってないな。当たってる。はい、ありがとう。23回クリアです。ナイスナイスナイス。いいよ。あ、いらないかな。で、ここはちょっとマルチショットに振ろうかな。 OK。 この上にしか確か出ないんで、上でビームを出しとけば OK。 これで一緒。あれ、なんかあんま出ない。あ、出た出た。なんか玉詰まりみたいな状態になる時あるね。あ、あー、エンチャを受けた時がなんかそんな感じになるっぽいね。うん、なんかまあたまたまの症状なんで大丈夫でしょう。まあ、とにかく俺はビームを打つだけ。ビームを打っていくだけですよ。じゃあ、うん、これやっぱ途中であれだな、あれが欲しかった。おお、いいねいいねいいね。ツルハシとキノコ、あれだったらちょっと面白かったかな。どこやられたの？あ、そっちか。大丈夫？でもこれでおしまいだ。いや、まだいる。ああ、24回クリアです。バトルローブ取りたいっちゃ取りたいんだよね。でもいいかな。いいか。うん。ポーションバリアの方が重要だと思う。もうそれでいこう。OK。行くぞ。この辺り出てくるやつは俺に任せて。下と上は任せた。任せてくれ。 OK、 レースも OK。 あんま出てこない。あ、出てきた出てきた。大丈夫？あ、タワーレースか、ここは。うん、タワーレースっぽいね。 OKOKOK。 でももうそんなに出てこないでしょう。うん、エンダーマイトばっか出てる。もういいかな。出ないかな。いや、出る出る出る。若干出るけども問題なし。よっしゃ、ちょっと待て待て待て。 OK、 25回クリア。あー、キノコここでも出るのね。まあ、いらないか。うん、いらないや。そのまんま行きます。でも防具をね、なんか変えてた方が29回の時に楽なんだよね。行くぞ。いいねいいね。これは
はとにかくビームを出すだけ。ビーム出すだけの人ですね。ちょっと待って、なんかやたら減るんだけど。なんか やたら減ったぞ。なんかやたらダメージが減った時があったんだけど、怖えな。毒みたいな感じだったの。はい、OK、倒した。26回クリアです。いや俺はもうこのセットでいくか。もう俺は補助とかに回るからもうみんな任せた。バリア張ってドラ使ってっていうそういう感じでいくんで任せました。 OK。 で俺は上からビーム打っとくから。あ、そうか、ここあれか。あ、ウィンチ出るわ。ウィンチ出るんで、ちょっと毒が痛いかな。こっち大丈夫？いや、これはきつそうだな。すいません。あ、ピー、あー、やばい、やばい、危な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 い。事故る、事故る、事故る。あ、そこにいんのね。 OK、 クリアでーす。27回終わり。お、あ、でもビームが出ないからいりません。でも弓をねパワーアップさせてたら、いやいや、 OKOK、 これでいい。行くぞ。あ、ここか、ビッチが出るのは。ビッチがめんどくさいとこここだわ。オッケーオッケー、そんな問題なさそうね。うん、問題なくいけそうな感じです。オッケーオッケー。やばい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 、やべえやべえ。よし、全然いける。んで、ここで俺は乱射に変えて、で商人で、ソーブレードを上げます。もうもうクリア見えてきたね。よし、127のビームは一発2900。ああ、これもう間違いない、間違いねえわ。あんま意味ないか。あ、間違えた。間違えた。まあいいや。多分、使うことなくいけると思うんで、大丈夫でしょう。一応。危ない。行くぞ。はい、早い。はい、早い。30回クリアです。あー、何が出る？おー。いや、いらない。あ、これはブロードソードは強いのが作れるね。でも、ブロードソードかっていうところ。全部いらないかな？はい。まあ、ブロードソード取っていきます。はい、ということで今日は、マルチタワーですね。今シーズンはまあそんなに難しくなかったけども、3階がやばかったね。3階がとにかくやばいので、あそこだけちょっと注意が必要です。はい、ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。